はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、今日のニュースはですね、バイナンスがヤフーとタオタオと戦略的提携で交渉を開始しているっていう話ですね。これはビッグニュースだと思います。ヤフーもタオタオもですね、孫正義さんが絡んでるんですよね。そこに大きなポイントがあってですね、孫正義さんがこの日本における仮想通貨市場もですね、狙っているっていう話なんですよね。はい、今現在はペイペイですよね。ソフトバンクのね、ペイペイに力を入れてますよね、ソフトバンク。これもですね、今度2月に 40% オフ、 40% 戻ってくるっていうサービスも開始されて、で、それからまあ電子マネーですね、電子マネー市場でも孫正義さんが PayPay というアプリを使って取りに行くぞという意気込みを見してるわけですよね。孫正義さん、やってくれますね。もう世界一先を見据えているんじゃないかというような孫正義さんなんですけども、バイナンスもですね、これも世界有数の、まあ世界一って言っていいほどの仮想通貨取引所なんですよね。これが手数料が安いし、日本人もですね、バイナンスを利用している方がたくさんいると思います。そこへ来て日本の企業と提携するっていうことは非常に宣伝効果もバッチリありますしね。でセキュリティ面でも良いということで、非常にシナジー効果があるんじゃないでしょうかね。タオタオをやってるんですけどね、ヤフーが、孫正義さんがね、まあ、いまいち認知度が低いって言いますかね、使い勝手が悪いのか、まあ後からポットで出てきたんでね、まあ、認知度は低いのは仕方ないんですけども、ここへ来てバイナンスと提携するってことは非常に認知度も上がりますし、まあ、シナジー効果でですね、非常に良い方向に行くんじゃないでしょうか。これは、はい、ということで、まあその中でも注目がの通貨は相変わらずビットコインなんですけどね。これは、まあ世界の金融に、まあパラダイムシフトを起こすというのは、ほぼ間違いないんじゃないかなと思っております。まあ価値あるものといえば昔から金がありましたよね。金から紙幣に変わったんですよ。金から紙幣で、紙幣から何に なろうとしてるかっていうと電子マネーですよね。紙幣がなくなり電子マネーが、まだ日本では遅れてますけどね、日本では電子マネーが普及していくんです。 PayPay や楽天 Pay、 LINE Pay などですね、電子マネー、その次なんですよね。その次に来るのがクリプトカレンシーですね、暗号通貨になるわけですよね。はい、まあ、そこまで見据えて孫正義さんが動いてると言っても過言ではないんでしょうかということですね。はい、
ということで、ますます面白くなってきそうですね。はい。まあ今日はここら辺までにしておきましょう。